トレイに B4 の紙を敷きます。液体粘土に浸す布を用意します。シャツを切ったものなど、しなやかで伸縮性のあるものがいいです。分厚いものは液体粘土を吸いすぎて液体粘土が足りなくなってしまうことがあります。トレイか洗面器の中にまず布を入れます。はみ出さないように入れましょう。そこに液体粘土を全部入れます。白い紙の上に布をかぶせる土台を作っておきましょう。適当に並べて後から調整すればいいです。布で液体粘土をくるみ、絞るようにしてなじませていきます。全体に粘土がなじんだら、布を広げて土台の上にかぶせます。土台の形が活かせるようにぴったりと貼り付けたり、シワをつけたり、ねじったり、いろいろと形を工夫してみてください。ビー玉など小さいものを入れてボコボコした感触を作るのも面白いです。形ができたら下に敷いてあった新聞で洗面器やトレイの中に残っている液体粘土を拭き取ります。この時手についている粘土も一緒に拭き取りましょう。新聞で拭き取った後、水で流して洗います。このまま置いておけば3日から1週間ぐらいで固まります。